メアリー・ケンドール・ブラウンはアメリカ・カリフォルニア州ベンチュラ郡出身の女子テニス選手。1910年代から1920年代にかけてアメリカの女子テニス界を代表する選手として活動した。彼女は全米選手権で1912年から1914年の3年連続ハットトリックを達成し、1926年に全仏選手権女子シングルス準優勝。 ウィンブルドン選手権女子ダブルス優勝を経てアメリカ人女性として最初のプロテニス選手になった。現役時代は身長157センチメートルほどの小柄な体格で堅実なボレーを最大の武器とした。テニス文献ではメアリー・ケイ・ブラウンと記載されることが多い。ブラウンは1912年の全米選手権でテニス界にデビューし、 以後1914年まで3連連続、ハットトリックを達成した。1912年の全米選手権では、女子シングルス決勝で、エレオノラシアーズを6から4、6から2で破り、女子ダブルスでは、ドロシー・グリーンとコンビを組み、混合ダブルスでは、リチャード・ウィリアムズと組んで優勝した。ブラウンは、この3試合を1日のうちにこなしたが、その日は、土砂降りのような豪雨が降り続いた。 混合ダブルス決勝戦は長い試合になり、ブラウンとウィリアムズは、シアーズとウィリアム・クローシャーの組に6から4、2から6、11から9のスコアでセリー勝った。3試合すべてを合わせて、ブラウンは、ゴールの1日のうちに、82ゲームを戦い抜いた、ことになる。それから、彼女は1913年の女子シングルス決勝で、ドロシー・グリーン、1914年に、 マリー・ワーグナーを破って3連覇を達成した。1913年と1914年の女子ダブルスではルイーズ・ウィリアムズと組み、混合ダブルスはビル・チルデンと組んで2年連続優勝を果たしている。全米選手権における女子選手の3年連続ハットトリックは1909年から1911年に かけて、ヘーゼル・ホッチキスが達成しており、ブラウンは、ホッチキスのすぐ後に続いた。その後、ブラウンは7年間テニスの競技大会から遠ざかり、1921年に、再び全米選手権に戻ってきた。7年ぶりの出場で、彼女は、ルイーズ・ウィリアムズとの女子ダブルスと、ビル・ジョンストンと組んだ混合ダブルスの2部門で、優勝したが、女子シングルス決勝では、 モーラ・マロリーに6から4、4から6、2から6で敗れて、準優勝になり、7年ぶりのハットトリックを逃した。4年後の1925年全米選手権、女子ダブルスでヘレン・ウィルスと組み、ここで4年ぶり5度目の全米女子ダブルス優勝を果たす。1926年、ブラウンは35歳にして、全仏選手権とウィンブルドン選手権に遠征した。 全仏選手権は1925年からフランス人以外の選手たちの参加を認めた国際大会となる。二度目の国際大会で、ブラウンは準々決勝で、キティ・ゴッドフリー準決勝でコルネリア・ボーマンを破り、決勝戦に進出した。この決勝戦では、スザンヌランランから1ゲームしか奪えず1から6、0から6の完敗に終わり、女子シングルス準優勝者になる。 続くウィンブルドンでは、女子ダブルスでエリザベス・ライアンとペアを組み、キティゴット・フリーとイブリン・コリアーのイギリスペアを6から1、6から1で破って優勝した。ウィンブルドン女子ダブルスの優勝後、ブラウンは世界初のプロテニス選手に転向した。メアリー・ケンドール・ブラウンは、工業としてのプロテニスの創設に関わった人の一人でもある。 スポンサーとなった CC パイル社によるプロ選手契約書に署名した世界最初のプロテニス選手たちの顔ぶれは以下の通りである。フランスのスザンヌ・ランラン、ポール・フェレー、アメリカのヴィンセント・リチャーズ、ハワード・キンゼー、ハーベイ・スノット・グラス、メアリー・ブラウンの6名が1926年の冬から1927年にかけて北アメリカで行われた史上初の プロテニスツアーに参加した。世界初の女子プロテニス選手となったランランとブラウンの工業試合はランランの38戦全勝に終わった。ブラウンはテニスと並んでゴルフでもトップレベルの力量を発揮した。1924年全米選手権の女子シングルス準決勝で敗れた直後、彼女は全米女子ゴルフ選手権で準優勝の成績を収めた。 マッチプレー方式の競技大会で、ブラウンはグレナコレットを準決勝で破った後、決勝でドロシー・キャンベル・ハード・に7アンド6で破れて、準優勝になった。二人とも女子ゴルフの先駆者として、後に世界ゴルフ殿堂入りした名選手である。彼女たちとの戦いから40年の歳月が過ぎた後も、ブラウンは70歳代で、 ゴルフの1ラウンドを70台のスコアで回ることができたという。1954年に国際テニス電動がアメリカロードアイランド州ニューポートの地に設立され、第1回の電動入り式典は1955年に行われた。メアリー・ケンドール・ブラウンは1957年に第3回の電動入りを果たし、1971年8月19日に、 カリフォルニア州ラグナヒルズにて80歳で死去した。ありがとうございます。